皆さん、こんにちは。ペソでございます。カマキミに2年目ですね。やってるんですけど、残り25日。まあ、今回20日目には、ちょっと一応全休をね、入れようかなと思ってますので、とりあえず、ちょっとピッチャーのね、疲労度もう一回確認させてくださいね。26の15。あまりね、バンバンと休ませちゃうと、ガクッと落ちるんでね。投手は前回足腰強化してるんで、筋力強化やっておきましょう。体力もつくんでね。で、キャッチャー、ファーストはまた守備練習からスタートですね。セカンド、サードは筋力強化で、ショート、レフト、足腰で、センター、ライト、打撃。はい、行きましょう。選手情報。まあ、体力がね、上がってくれてるので、まずまずかな。よいしょ。はい。では、いきましょう。投球練習ね。偶数日なんで。はい。キャッチャー、ファースト、筋力強化。セカンド、サードが足腰で、ショート、レフト、打撃で、センター、ライト。練習試合の依頼が来ないね。ピッチャー、そうですね。100超えればね、3本柱っていう形になるんですよね。球速の方ね。はい、では、4、ここですね。足腰強化ね。セカンド、サードは打撃をさせる。で、ショート、レフトで、ちょっと1個飛ばします。なんでかというとね、ピッチャーにちょっと守備練習させたかったんで。はい、はい、行きましょう。
島の上か。じゃあ、途中でね、ちょっと終わるかもしれませんけどね、一応ちょっとやってみましょうか。これがね、ちょっとロードがごめんなさい、長いんでね、気にしないでくださいね。先行ですね。ああ、そっか。そうだね。まず川野さんは入れとかないといけない。で、どうしようかな。椎名さんかな。1年生でなんか面白そうなのいないかな。1年生はいないか。あと2人なんでね。萩原くん入れときましょうか。で、畑さんも入れて。これでいいね。で、パラミンの忘れてたな。どうしようかな。ちょっと仮のオーダーなんでね。3番と4番は決めてるんで。で、5番にファーストの。で、8番ピッチャーですね。まあ、矢崎さん2番でいいか。ちょっと足遅いけどね。で、相澤さんと、で、武藤さん9番に入れてみましょうか。これでちょっとやってみましょう。しまん。ああ、紅茶ボックスか。これでいいでしょう。まあ、簡単には勝てんと思うよ。結構強いですからね。1番サードのね、飯島くんからですね。プレイボール。どん詰まり。右打者が圧倒的に多いな。 矢崎さんね。
ああ、セカンドゴロ。アウ。さあ、ここからニューチームのね、3番、4番ですね。ああ、ファーストフライかー。簡単にスリーアウト取られましたね。あ、自信つけてくれて。自信つけてくれたらいいんですけどね、エースの三岡君も。いいね。今年は本当にピッチャーのチームになりそうですね。おお、連続三振。まあ大差つくようでしたね。リリーフを使いたいですね。ああ、すごい、3者連続三振の立ち上がり。うん、やるね。全員右か。ライトフライ。うまく打たされてるような感じがしますよね。ああ、ピッチャーゴロ。ていうか、全員右打者か、もしかして。ああ、強烈なショートゴロよ。
この4番さえ抑えれればね、なんとかなりそうなチームですよね。おお、これは綺麗なヒット。初アンダーは相手側の4番でしたね。そうそう、牽制が多いんでしたよね。はい。ああ、タイム切っちゃった。送ってきましたね。フライ。アウ。セーフ。早いね。はい。タイムがうまくかけれないな、前みたいに。よしよしよし、打ち上げた。アウ。落とした落とした。よしよし。送らんでええけどね。送っちゃうやろない。何も指示出してないから。ほら。あう。はい、はい、ね、ここはどうしようかな。手でいきましょうか。はい、
はい、頑張ってください。そう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 、そうですね。タイム。ここも打てで、はい。勝手に走っちゃったね。あっちゃー。先制のチャンスだったんですけどね。4回の表ぐらいでね、ちょっと一旦止めさせてもらいましょうか。弾き寄ったー、もうまだまだ守備練習必要やねといてからでええか。はい。ごめんなさい。もうちょっと試合スピード上げますね。で、まあ、任せましょう。うん。おう。はい、これでね、2アウトですね。このね、2番バッターだからちょっと注意しないといけないですよね。よしよし。Time.
はい、今日ちょっと曲終わるまで待ちましょうか。ではね、ここでごめんなさい、一旦ちょっと終わらせていただいて、試合の続きは次回にさせていただきたいと思います。では、今回はここでお開きです。ありがとうございました。さよなら。